こんにちは、きらこチャンネルです。ですね、今日も、バッティングについての質問結構いただいてるんで、それに答えたいと思います。一番多かったのはスイングの時に体が開いてしまいます。しっかりミートできないんですがどうしたらいいですか、またどういう練習方法がありますかという質問をいただいてますが、なので今日はちょっと体を開かないようにするにはどうしたらいいか、練習方法みたいなところを話していきたいなと思っています。で、まず体が開くってどういうことかというと、プロではね、体を開くの他に、僕左バッターなんですが、胸がピッチャーの方に先に向いてしまうとか、あと後ろの肩、キャッチャー側の肩がこう出てしまう、こういうスイング、まあ、極端にやりましたけど、こういうスイングのことを、表現されています。で、単純にね、こうピッチャー側のこの肩というか壁というのが崩れてしまう。で、そのことによってこうミートがねずれたり、目線が切れたりしてミートがずれたり、まあ、ミートしたとしてもこう弱かったりでスライスしたりみたいなところが現れていくんで、どうすればいいのかっていうのを今日、3つのポイントで話そうと思います。3つの方法か。まず1つ目は、オープンスタンスで立つということなんですけど、これは、僕プロで教わったことなんですが、体は逆の動きをするってよく言われたんですよ。これは何かというと、例えばね、体が開く人って最初ね、こう閉じようとするんですよ。開かないように閉じようとするんですけど、逆に打とうとした時に開いちゃうんですよ。分かる？例えばね、力強い打球を打とうとしてこう力んで構えてて踏んだけど、力めば力むほどミートの時に抜けちゃうと。あとミートの時こう伸び上がっちゃう人とか、伸び上がっちゃうんで最初に構えから低く伸び上がんないぞと思えば思うほど伸び上がっちゃうみたいな、結構ね逆の動きをするって結構言われてました。なので、開くからもう閉じていくでなくて、開くから最初から開いとくが正解です。なのでオープンスタンスからステップに入る中で自然にこう無意識にこう閉じていくっていうのを、いきなり開いちゃう人は、ぜひ、試していただきたい構えの一つになっています。で、次に2つ目なんですが、ツイスト打法ですね。ツイスト打法って去年、ジャイアンツの丸選手がツイスト打法でホームラン打ったと思うんですよ。こうツイスト覚えてないかな。顔はなんかこっち向いてて、打球はライトスタンド行ってる。ホームランを打ったのを覚えてる方もいらっしゃると思うんですが、結構ね、英語でね、こうツイストってひねる表現されていて、上半身と下半身ひねります。で、ひねるというのは逆の動きをするといった方が分かりやすいから、こう上半身も普通に回って、普通だとこういう回転なんですが、上半身はそのままで下半身が逆の動きをする、こういうイメージで、上半身は普通に打ってって下半身が逆回転、極端に言ったらキャッチャーを向くみたいなイメージ、打つぞとした時キャッチャー向く感じかみたいな感じで打つと分かりやすいですね。で、そうすることでピッチャー側の壁ができて体が開かずにスイングできる。ツイスト打法をする一番のポイントなんですが、上半身と下半身は逆回転しないといけないというところなんですが、ありがちなのが、例えば顔を残すとか体を止めるみたいに思われている方もいらっしゃるので、これちょっと違います。で、あとスイングした後に無理やりこう戻してる人みたいのもいるんで、これはあんまり意味ないんで気をつけたいところだと思います。で、ポイントはさっきも言った通り、打つぞってした時に本当キャッチャーを向くぐらい、体が全部ぐらいの感じで、極端に練習してみてください。で、他にもボディーバランスで振る、ボディーバランスってこういう意味、ボディーの中で振る、ボディーバランスで振るって言うんですけど、ボディーバランスを振ることによって、ミートポイント力強く叩けるとこがおへその前に来ます、ね、こう前じゃなくてこういうイメージなんで、一番強いところがおへその前に来るん で自然と後ろが大きくなって助走がついてくるんで強いスイングができるようになるというところがポイント。じゃ
じゃあさっき話したツイスト打法の練習方法をちょっとやってみたいと思います。で実際やってみます。結構ねボール投げてもらう人は斜めの方が多いと思うんですけど、分かりやすく真正面ピッチャーこっちなんですけど、お腹の前からちょっと低めに投げてもらうっていう感じの方が分かりやすい。おやなので気をつけたいところは この回転が普通なんで、結構顔だけ残す人がいますよ。これは回っちゃってるんで全然違います。あと体を止めるとか、体を止めるとかしてもあんまり見ないんで、あとは振った後こう残す人がいるんで、これは違います。なんでポイントは、打つぞと思ったら極端にキャッチャーもグーぐらい打つぞ、キャッチャーもそうすると、上半身と下半身が同時に逆回転、こういうイメージ。そうすると、ここに力強いミートポイントで、キャッチャーの感じ、キャッチャーのイメージ、こう。これ難しいよ。でも難しいですね。難しいから、思いっきりキャッチャー見る感じ。打球が禁じない。そうすると、こっちが壁で。やってみてください。で3つ目は、キャッチャーフライを打つってことなんですけど、これ初めて聞いた時に本当衝撃だったんですけど、さっきも言った通り、あのプロでは後ろの肩が出てるぞっていう表現されるんですよ。これ要するに突っ込んでるぞ、開いてるぞって話なんですけど、でこのキャッチャーフライってこれって後ろの肩をこう出しながらキャッチャーフライ打ってないんですよ。わかるか、絶対こっちは残っとかないとキャッチャーフライと打てないんで、これこそなんか逆、さっきも言った逆の発想というか、体を逆の動きするというか、勝ち上げていくみたいなイメージ。これで肩の前へ出ることが抑えられるみたいなところですね。これはね、ベイスターズ時代、僕がベイスターズ時代に当時2軍監督だった白井さん、白井監督に教えてもらったことなんですけど、白井さんがその日ハムのコーチしてた時に、ノックでキャッチャーフライ打つんじゃなくて、バッティングピッチャーの球をキャッチャーフライ90度打っていく練習してた。これね、結構新庄さんのもやられてて、結構こう最短で打つとか、なんていうの、まあ、さっきも言った後ろの肩が出る人にはおすすめの練習法、ガーン、こんぐらい極端にやられてました。意外とキャッチャーフライって打てない、前から来たもん。ざーっとこう話しましたけど、さっきのキャッチャーフライって急にね、バッティング練習とかでキャッチャーフライ打ち出すと、この理論を知らない人とか指導者の方には結構怒られるんで、これ気をつけてください。ちょっとざっと話しましたけど、おさらいなんですけど、ポイントは3つ。オープンスタンスで、構えましょう。体は逆の動きするんで、開く人は最初から開いておきましょう。開いておいたら自然な流れで閉じていきます。で2つ目はツイスト打法で体の動きが抑えられます。ツイストで打つことによって、でプラスでパワーを集中することができる、強い打球を打てるようになります。で3つ目がキャッチャーフライを打つ練習しましょう。で後ろの方が出る人は本当にこの練習効果的なんでおすすめです。で以上のことを最近なんか体開くな、ミートずれるなみたいな思っている方はぜひ、ね、試してほしい練習になります。以上になります。